ははははいい、えー、さんんんんおはようございますここにちはこんばんは、えー、先週の札幌はあずいぶん暖かくなってきたように感じましたけれども、えー、皆さんそれぞれ、えー、いかがお過ごしなんでしょうかね、えー、いつも皆さんのことを覚えてお祈りしております、えー、今日は、えー、先週と同じ旧約聖書の伊ザヤ賞からですね、えー、28章の御言葉ばからメッセージを取りつがせていただきます、えー、先週はあの伊沢賞 66章でしたよね、えー、イスラエルの民がですねバビロン保守という苦しい出来事にあってですねそのやがて自分たちの国に帰って、えー、神殿を建て直してそして国をこう新しく作り直すんだとまあそういうことを思っていたイスラエルの民に対して、まあ、神様が、まあ、励ますわけですよねそのことが記されている見、えー、言葉でありました。 えー、一方今日は同じイザヤ書28章からになりますけどもここはですね、えー、時代背景が少し違いましてね、えー、バビロン捕囚前なんですよねこの間のはバビロン捕囚の後の話今日は前の話ですね、えー、これからバビロンという大国に国が滅ぼされようとしているそういうイスラエルの民に対する えー、神様の予言の言葉ということであります。えー、ここから一緒に、えー、神様の御言葉をいただいてまい、えー、りましょう。えー、聖書を開きください、えー。イザヤの28章ですね。この一節から、えー、私お読みしますね、えー。サマリアの陥落って書いているところからですね。一節。災いだ。エフライムの酔いどれの誇る冠は。 その麗しい輝きは肥沃な谷にある丘を飾っているがしぼんでゆく花にすぎない酒の酔いによろめくものよ見よ主は強く激しい力を持っておられる主は激しく降る氷、破壊をもたらす大風激しく押し流す洪水のように御手をもって地に投げ,を投げ倒しエフライムの酔いどれの誇る冠を見足で踏みにじられる 肥沃な谷にある丘を飾っているその麗しい輝きはしぼんでゆく花だ。夏に先がける初鳴りのいちじくのように、それを見る者は見るや否や手に取って飲み込んでしまう。その日には万軍の種が民の残りの者にとって麗しい冠、輝く花輪となられる。裁きの座につく者には裁きの霊となり。 敵の攻撃を縄文で押し返す者には惜しい力となられる。酒に酔った祭司と預言者。彼らもまた、ぶどう酒を飲んでよろめき、濃い酒のゆえに迷う。祭司も預言者も、濃い酒を飲んでよろめき、ぶどう酒に飲まれてしまう。濃い酒のゆえに迷い、幻を見るときよろめき、裁きを下すときつまずく。どの食卓にも吐いたものがあふれ、 至るるにお仏がある誰に知るべきことを教え、お告げを解き明かそうというのか。血離れした子にか。乳房を離れた幼子にか。つあうらつあう。つあうらつう。命令に命令。命令に命令。かうらかう。かうらかう。規則に規則。規則に規則。しばらくはここ。しばらくはあそこと。彼らは言う。確かに、主は。 どもる唇と異国の言葉でこの民に語られる。主が彼らに言っておかれたことはこうだ。これこそが安息である。疲れた者に安息を与えよ。これこそ憩いの場だ。と。しかし彼らは聞こうとはしなかった。それゆえ主の言葉は彼らにとってこうなる。チャウラチャウ、チャウラチャウ、命令に命令、命令に命令。 カウラウう、カう,う、規則に規則、規則に規則、しばらくはここ、しばらくはあそこ。彼らは歩むとき、つまずいて倒れ、打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。はい、えー、ここまでですね。えー、今日の聖書歌詞には、込み出しが2つありましたね。えー、1つ目は、サマリアの陥落とあります、えー。1節を見ていただくとですね、ここに最初にね、災いだ。 エフライムの酔いどれのい誇る冠はって書いてますよね、えー、このエフライムってこれあのー、イスラエルの国がですねあのソロモンの時代が終わるとですね南北に分裂することになるんですけれども、えー、聖書の中にエフライムとかサマリアとかって書かれるようなことがよくあるんですけどそこの部分はですね、あのー、このイスラエルの 分裂した北王国のことを表しているんですねでこの最初の方にねこの何かお酒に酔っ払ってるような、ねまあ、そういう表現されてますよね、えー、一節最初にはね「災いだエフライムの酔いどれの誇る冠は」またこの同じ一節も最後の方になるとね、えー「酒の酔いによろめくものよ」ってありますよねね、えー、またこ、ね、この三節の節とこね。 えー「エフライムの酔いどれの誇る冠をみやしで踏みにじられる」なんてね、えー、この表現はですね北王国の人たちがですね、あのー、自分たちのその国の繁栄に、えー、酔っているまるでその酒を飲んだかのようにねあの酔っ払っているようなおごり高ぶっているような、えー、そういう状態だよっていうこと、まあ神様は、まあ、警告として、あのー、このお言葉をね 立っておられるわけですね、えー、そして北王国はですねまあその後ねあの本当にアシリアという国に攻め込まれてですね、えー、滅んでしまうことになるんですよね、えー、その次2節を見るとね「えー、見よ主は強く激しい力を持っておられる主は激しく降る氷破壊をもたらす大風激しく押し流す洪水のように」 みてを持って地に投げ倒しエフライムの酔いどれの誇る冠をみ足で踏みにじられる肥沃な谷にある丘を飾っているその麗しい輝きはしぼんでいく花だ夏に咲きがける初成りの一ちのようにそれを見る者は見るや否や手に取って飲み込んでしまうはいえー、まあ外見的に何か麗しく輝いているように見えていた、えー、北の イスラエル王国でありますけどねそれはしぼんでいく花のように滅びに至るということですねそういう予言ですねまあこの時代にですね世の中で力あると思われていた存在があるんですよそれはねアッシリアというもう超大国だったんですねこの当時付近のねえそういう,こう大国がえイスラエルの北王国を攻め込むということまあ神様はですねそのことを黙認されたんですね まあなぜ黙認されたのか。まあ当時北王国の人たちはね、あの異国の宗教の影響を非常に強く受けていましてね、えー、偶像礼拝の罪がもう際立ってひどかったんですね。まこの神様はですね、そのことを非常に悲しまれてですね、えー、北王国がそのまことの神への信仰にちゃんと立ち直れるようにというまあそういう意味を込めて。 まあ、懲らしめを与える時があったということなんでしょうね。えー、五節以降を見ると、えー、神様の厳しい懲らしめの中にもですね、えー、愛があるということを見ることができるんではないのかなと思うんですね。五節。その日には万軍の主が民の残りの者にとって、麗しい冠、輝く花輪となられる。裁きの座につく者には裁きの霊となり、敵の攻撃を縄文で押し返す者には 惜しい力となられるはい、えー、アッシリアに征服されても、えー、その苦難に耐えてですね、えー、残ったものにはその神様ご自身がね、えー、この五節にね「麗しい冠、えー、輝く花輪」って書いてますねそのようになってくださるということですねまた、えー、六節にはねこの「裁きの座」につくものってありますよね。まあ、これ当時の王様とかか、まあ、国を動かすような 働きをしていた人たちですねそういう重たい責任を持っている人たち、えー、そういう人たちに神様ご自身が働きかけて、えー、そして彼らに正しいことを行えるように、えー、裁きの霊となってくださるようにということですよね、えー、また、えー、外部から迫ってくる敵がいつもいるわけなんですけども神様が 大しい力となって守ってくださるっていうね、まあ、そういう希望の予言とでも言いますかね、えー、そういうことがまあここに書かれているわけですでここからですね聖書は段落がつけ、えー、新たに付けられて、えー、新しい込み出しになっていますね、えー「酒に酔った祭司と預言者」と書いています、えー、イザヤという預言者はですね南ユダの国で活躍していた預言者なんですよね えー、イザヤ書のですね一番最初を見ていただくとね一章の一節にこう書いてますね「アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻これはユダの王ウジヤヨタムアハズヒゼキヤの知性のことである」って書いています、えー「ユダというのはですね南北に分裂した2つのうちの南王国のことですね」でそこにはあのエルサレム神殿があったわけですね だから今日の聖書箇所でイザヤはねサマリアの陥落のことを予言しているんですつまり北王国が滅びるということですねでもそれはねこの南王国の人たちに向けて語っているんですよここポイントですね一つねだから北王国はですねあの自分たちの繁栄におごり高ぶったんですそしてもう酔っ払っているような状態でま、えー、もなく 彼らはアッシリアに滅ぼされるんだけれどもでイザヤはですねそういう北王国の状況があるよで南王国の皆さんあなたたちは今のままだったら北王国と同じように滅んでしまいますよっていうまあ神様からの愛の警告ということなんですよ、まあ、実際にこの時から少し時が経つとねあの南王国は本当にバビロンという大国に滅ぼされて バビロン保守を経験することになるんですよね。続けますね。7節ですね。彼らもまた、ブドウ酒を飲んでよろめき、濃い酒のゆえに迷う。妻子も預言者も濃い酒を飲んでよろめき、ブドウ酒に飲まれてしまう。濃い酒のゆえに迷い、幻を見るときよろめき、裁きを下すときつまずく。どの食卓にも吐いたものがあふれ、至るところにお仏がある。はい。 この7節のね最初にね「彼らもまた」って書いてますでしょこれねあの北王国のことじゃなくて南王国の、えー、宗教的な指導者たちに向けてのこの語りかけなんですよでここでね「あの祭祀も預言者も濃い酒を飲んで、まあ、よろめく」って書いてますよねだからこう北王国の指導者たちと「あなたたちは同じですよ」って このの南王国の宗教家たちに神様は警告するしかしこの当時祭司とか預言者というのはねあの国を司る王様とか、えー、政府の高官とかねそういう人たちに、まあ、政策の助言をするような働きもしていたんですねこの当時の宗教指導者たちはですね、まあ、そういう,こう重要な働きもあの託されていたわけです,わけ,ですけれども。 神様の見心に反してしまうね誤った助言をこの当時していたんですね。で神殿での礼拝もですねこの当時はねとても形式的なものになっていたようです。ですから宗教的な指導者たちはあの神様の見心は何かっていうことをそういうことを求める、うん、そういう在り方じゃないんですよね彼らではね。あのそういうことよりもこの世で目に見えるものの力 あ軍事力とか経済力とかそういう何か人間的な目といいますかね、えー、人間的に見て力ある存在そういうものにあの心を奪われるようになっていたんですねだから王様に助言する時もそういう視点で助言をするからどうしてもねまあそれを聖書はあ強い酒に酔っているような状態なんだと。 あまあ言うわけですね、えー、こういう南王国の宗教家たちに対して神様は預言者イザヤを使わしたんですそして警告を与えたんですねところがねこの南王国の宗教家たちはイザヤのこの警告の言葉を聞いてね面白くないわけですよあのー、宗教家はね神に選ばれたものだっていう自負心があるからねだから イザヤがのこのここやってきてきですね何かものを言ってもね、あのお前は私に物を言える立場なのかって、まあそういう態度をとるわけです、えー。それがね、書かれてますね、この旧説からですね、誰に知るべきことを教え、お告げを解き明かそうというのか、血離れした子にか、千さを離れた幼子にか。はい。まあ、いざに対してね、この南王国の指導者たちは、 お前私を誰だだと思っっててるんいいう、そういうそ態度ですよ。私は神に選ばれた妻子だぞお前よりも先輩だぞお前よりもレベルの高い神の人だぞそういう感じでね上から目線でこのイザヤを見るわけですだからもうあれですよお前ごとき若造が私に一体何を教えてくれよって言うんだね まあそういう先輩風吹かした感じというかね「あのお前ごときに教えてもらうような赤ちゃんじゃないぞ私は」って、まあ、つまりねその宗教的な知識やレベルはいざやお前なんかよりも私の方がはるかに上だぞっていうまあそういう態度ですねまあいざやはだから彼らからはもう明らかに下に見られていたわけです、えー、そしてここ10節ですね面白いですねこれね「サウラらウサウラゃウ 命令に命令命令に命令カウラカウ、カウラカウ、規則に規則、規則に規則、しばらくはここ、しばらくはあそこ、と彼らは言う。そう、はい。宗教家たちはね、イザヤに対して、お前ごときが、私に何を教えようって言うんだ。お前が私に神の言葉を教えようって言うのかで、ここにね、規則規則とか命令命令って書いてますよね。そのようなことは、 この私の私方がよく分かってるんだまあそういうことをこう書かれている表現されているんですよね「信教」の訳はねこれわざとそのままヘブライ語で書いてますね面白いですよね「えー、ツァウラはツァウカウラカウう」ってね「命、え、令、ー、命令」命令「規則規則」って同じ言葉がまあ単純にこうずらずらずらっと並んでるんですよねまあ子どもを見たってすぐ分かるようなあことですよね。だからこの イザヤが教えようとしていることはですねあの,この宗教指導者たちにとってはあの実にあのレベルの低いことだと馬鹿、まあ、にしてるわけですよ要するにねこれえそういう表現なんですこの言葉ねあのお前ごときが私に教えるなど100年早いわみたいなね、うん、実にお前の教えることは初歩的なことで幼稚でくだらないことだみたいなあそういう感じで 神様はイザヤを通して警告するんだけれどもこの南王国の祭祀指導者たちはその警告を全く受け入れようとしないんですね。で聖書を続けますね11節からですね「確かに主はどもる唇と異国の言葉でこの民に語られる」「主が彼らに言っておかれたことはこうだこれこそが安息である疲れた者に安息を与えよ これこそ憩いの場だとしかし彼らは聞こうとはしなかったそれゆえ主の言葉は彼らにとってこうなる「ツァウラツァウツウラツァウ」「命令に命令命令に命令」買う買う「カウラカウカウラカウ」「規則に規則」「規則に規則」「しばらくはここしばらくはあそこ」彼らは歩む時つまずいて倒れ打ち砕かれ罠にかかって捕らえられるはい まあここはあのイザヤの反論ですね。南王国の宗教家たちに対して神様は「どもる唇異国の言葉で語られる」ってねまあそうイザヤ言うんですねつまりえ彼らには理解することができないっていうことですよえそういう言葉で言われたら何言ってるかわからないですよねえそういう状態なんだということです。 えで12節の括弧書きのところここ大事なところですねこれこそが安息である疲れた者に安息を与えよこれこそ憩いの場だこれ今日の中心的な聖句かと私思っていますえ南王国の宗教指導者たちはですねエルサレム神殿の,その運営管理を全部任されていた人たちですよねあの神様が 神殿をこの世に与えた目的はですねあのこれなんですよ本当はねこれこそが安息である疲れた者に安息を与えよこれこそ憩いの場だはい、はい、まあ今日私はあの先週のメッセージとのつながりでこの御言葉を選びました、えー、先週の「イザヤ書」の66章の一節にはですねこうありますね「主はこう言われる天は私の王座地は我が足台 あなたたちはどこに私のために神殿を建てうるか何が私の安息の場となりうるかはいここに安息の場って書いています新海薬はですねここを憩いの場って訳していましたね、えー、イエス様はエルサレム神殿であの悪徳ビジネスをしていた人たちを追い出してね三輪清めですよねそれをなさった後にね え神殿の隅に追いやられていた弱い人たち体の不自由な人たちをね招いたんですそして彼らを癒しましたえイエス様はその神殿というのは本来どうあるべきなのかということをその時教えられたわけですよねイエス様に癒していただいた人たちはですねまあ喜んだでしょうねえ神殿に居場所がなかった人たちでしたけれども彼らに安息の場が 与えられた憩いの場がね回復したんですよ。神殿の本来の姿に回復されたんですね。本来神殿とは疲れたものに安息がある場所であります。憩いの場であります。えー、新約のイエス様の福音の光のもとではですねイエスキリストをと信じる人は、まあ、つまり私たちここ人はですね精霊の住まう神殿なんだと聖書は言いますね。そそしてその 私たち一人一人が神様に呼び集められて群れが形作られて聖書はそれをエクレシアと呼びますえ日本語ではそれが教会って訳されていますよねえエクレシアはだから新約時代では聖なる神殿でありますえエクレシアという神殿はねそこにえ疲れた者がね安らぎが与えられる そういう場所であるべきですよ誰にいても居場所があるべきだそういう憩いの場であるべきであります、えー、預言者イザヤはですね南ユダの王国で神殿に仕えるその宗教指導者たちに対してねあなたたちは神殿でどのように使えるべきなのかということまあ、今のままではダメだぞっていうことをね警告の意味を込めてね まあ、神の代弁者となって、イザヤは助言しているんですけどね。しかし、高慢になっているこの宗教家たちはね、イザヤの言っている言葉にね、全く耳を傾けようとしない、まあ、イザヤが言っていることすら理解できないわけですね。ここにね、十一節にね、「ともる唇」って、まあ、書いてますね、また異国の言葉ってね。全く意味がわからないということですよ、イザヤの言っていることの意味がね。 そしてイザヤはですねあの宗教指導者たちからまあ侮辱されたんですよね、えー、でその言葉をねそのまま用いて言い返すわけですこの13節ねそれゆえ主の言葉は彼らにとってこうなる「ツウラツウツウラツウ」「命令に命令命令に命令」命令「飼うらカウら飼う」カウラカウ「規則に規則」「規則に規則」「しばらくはここしばらくはあそこ」そう彼らはね何を言っても分からないから だからイザヤはね自分が言う言葉はすべて彼らにとってはもう命令命令規則規則みたいに、えー、非常に幼稚臭いことまあそういうふうに彼らは聞いてしまうんだろうっていうことですねで13節最後ねまあここちょっと怖いですね彼らは歩む時つまずいて倒れ打ち砕かれ罠にかかって捕らえられる、はい、大国バビロンに 攻め込まれて補修となってね強制連行されていくんですよ彼らはさらにね第一神殿はね粉々に打ち砕かれることになるんですよねそのことがここで予言されているということですねでも宗教家たちは言ってることが意味が全然わからなかったんですね高慢だったからね今日の聖書箇所からですね私はねあの二つの言葉を 思わされたんですねそれはね愛という言葉と恐れという言葉です。これ相反している二つの言葉ですよねあの。先ほど読んだですね十二節の括弧書きのね「これこそが安息である」「疲れた者に安息を与えよ」「これこそ憩いの場だ」って。神様はね旧約の時代においても新約の時代になってもいつでも変わらずにですね神殿では 疲れたたに安息を与えいいととうことそこが憩いの場であってほしいということ神様はそう思っておられるということですね神様の本質ところがね宗教指導者たちはね「安息を与える」ということとは全く真逆のことを教えるんですよね彼らが教えることは「恐れ」なんですよ愛とは真逆の「恐れ」です これってね古代のイスラエルも今この時代も変わらないんですよね宗教家というのはね多くはね恐れを利用します人の心をね恐れというその気持ちを用いて、えー、動かしてね、あのー、何か行動へと導こうとするんですねまあ宗教に限らずね一般社会でもそうじゃないのかなと思いますね恐れの気持ちって よよく利用されるううに思うんですけどね、まあ、例えばね、えー、子供学校のテストでねあの良い成績を収めると親や学校の先生から褒められるじゃないですか逆に悪い成績だと親からおこごと言われたりする場合ありますよね、まあ、スパルタな親だとねがっちり叱られたりするんじゃないでしょうかねまあこういう風潮の中ではね子供は 親から叱られたくないからそれを避けようとしてねまあ勉強をちょっと頑張ってみたりするわけですよまあこれはね恐れという感情が利用されているわけですそして人を何らかの行動へと導くまあ典型的なパターンですよねえー、親は子供にね罰をちらつかせるんですよそしてねあの子供をね親が思い込んでいる良い行い そこに導こううととすすすするるわわけけででね勉強させようとするわけですよ <laughs>、えー、この世の中では大人でもねあの基本的に同じようなパターンで、えー、行動へ導かれるようなところあるんじゃないのかなと思いますね。うんえー、会社だとね上司に気に入られるようにとあの仕事の成果を上げるとね何か出世する可能性って高くなってきますよね大した成果上げられれないいとお荷物扱いされてね。 えー、不景気だとすぐにリストラの対象になったりしてだからこれリストラってもう罰ですよね罰ちらつかされるんですねでまあそうなったら大変だから、まあ、頑張ろうと、えー、会社勤めの方はね仕事を頑張るんですよねこの動機づけですね恐れという感情が、まあ、社員を一生懸命働かせるのに、まあ、利用されてるんですね、えー、私たち人間は誰でもですね 周りの声を恐れます。えー、他人のか顔色が気になってね顔色を伺って恐れて行動するってことよくあるかと思います、えー、人はですね絶えず何らかの恐れを感じながら生きています欲しいものを手に入れたければね誰かに認められなければならないんですよだから何かが欲しかったら何々をしろっていうね 他人に気に気入ってもらえる行動をしなななければならないって思うんでかし、ねまあ、この論理もう少し先に進めていくとですねあなたが欲しいものを得られていないのであればそれはあなたが何々をしていないからだっていうようなことになるあるいはねあなたに不幸があるのは何々をしないからだみたいなね、うん、あまあそういう ことになると今度は宗教の出番になってくるんですよえー、この世にある宗教はだいたいほとんどね、えー、この恐れの感情を利用します、ね、人をその恐れの感情を使って何らかの宗教的な行為へと導くんですあなたが幸せになりたいんだったら何々をしろと、えー、恐れの感情を刺激するんです えー、そうしないと不幸せになるぞって教えるんですそして人の心をまた行動をね操るようになるんですねこの宗教の典型的なパターンはね残念だけど今のキリスト教の中にもたくさん見受けられます神様に認められたければ何々をしろって愛とか何だとかそういう何かこうふわっとした 生のいいこと言ってないで、やることやらなきゃダメだろ、うみたいなね。それができなければ、お前、神から罰を受けるぞ、みたいな。そういう理由で、何かさも、うん、キリスト教っぽい行為が要求されます。それを要求されるときはね、だいたい聖書的っていう言葉が使われるかと思いますね。えー、こういう教えは、立法主義と呼ばれます。まあ、典型的なのはね、人が、 良しとされるつまり救われるのは立法の行いによるっていうものですよね、まあ、イスラエルの民はですねこの教えを当然当たり前のことのように思っていたわけですねだから行いができていれば救われるって思っていただから神殿で犠牲の生贄を捧げ物を捧げるとそれをやってれば救われるとそういう形式的な神礼拝が 成り立つようになっってしまったんですねだから神様はどうして神殿を与えてどうしてそこで礼拝することを求めておられたのかその本質のことがですね分からなくなってしまっていたんですよ。ここ本質今日のところ書いてるじゃないですかこの12節のところね。これこそが安息である疲れた者に安息を与えよこれこそ憩いの場だ。神様が 礼拝を求めたのはね神殿で礼拝を求めたのはこのためですよね。その本質が全くどこかに吹き飛んでしまっていた。この立法主義の教えはね、もちろんこれ間違った教えですからね、あの後にえ新約の時代になって、パウロはあのそれは間違ってるよっていうことをはっきり言いましたよね。ローマ書のね3章のえ28節を見るとね、え。ー なぜなら私たちは人が義とされるのは立法の行いによるのではなく信仰によると考えるからです。はい書い書てますよねあのこの恐れの感情を利用したねキリスト教っていうのがね残念だけれどもあってですねさまざまな形でその神様からの愛のメッセージがねこう歪められているというようなことあるんですよね。 教教会でででえられるることが福音ではなくななくっていいようなケースも多いです例えばね神様に祝福されて豊かになりたいんだったら何々しなければならないとかね病気が癒されたいんだったら何々しなければならないまあそういうことをね、まあ、教えられることありますねそうするとねあの経済的に豊かで健康な人でなければ 不信ということになってしまうんですよそしてその人はねますます恐れの感情をこう刺激されるんですねそして宗教的な行為をますます要求されるというかそれれししなければならなけばらいっていう,ふうに思ってしまうんです、まあこういうことを教えられる教会ではね教会員同士他人と自分を互いに比べるようになりますそしてできる人ができない人を裁くようなことが起こる。 このの世ににある何何ららかの集団と何にも変わらないそういう動機づけうんそういう動機づけがされる教会はですね必ず何らかの行為が強要される恐れという感情がねその教会の宗教の支えになるようになるんですあ,あとねあの過度に終末のことが強調されてねもうこの世が終わるみたいな、えー、だから天国に行きたいんだったら ここの世ののの世生活のことはもう二の次にして会社勤めをしている人はもうやめなさい会社は学校なんかも行ってる場合じゃないぞと教会に集まってもうひたすら祈ってなければならないとかねうんそうやって何か社会的な生活を制限させるような指導をするそういうキリスト教の指導者もいますね彼らの教えの論理はねこの世の宗教と同じなんですよ恐れという感情を 利用すするんですあの週末がねその恐ろしいことだみたいなああそういう風に教えられるとですねこれは良くないね。あの,あのこの手の教会はね頑張って何かこう行いをしている熱心なクリスチャンはね、えー、指導者から褒められるんです。でもねそういうこの誰かが褒められるっていう特定の人物がね えー、教会の中にそういうい声が上が上るとですねこれね知らないうちに、あのー、その他の人に対してはね脅しのよううになってしまうんです良い行いができなければ自分は何か神様からあ罰を受けるみたいなねあとこう人の目気にするっていうそういう雰囲気が出来上がっちゃってね、えー、何かこれしなければならないのかなみたいな。えー そういうい偽善で何かをするみたいなね、えー、そういう雰囲気できてくるんですよねそれ良くないですね、まあ、献金なんかもねそういうことありえるんじゃないですかねあのちゃんと献金しないとダメだとあの教会の務め果たさないとダメじゃないかって、えー、そういう批判をされるとですねあのみんな恐れるんですよね。でねその献金 何かできていない人がね何か病気になったりしたらねほら見たことかみたいなね、えー、そういうこと、えー、どこか陰でささやかれたりね陰でささやかれてもね実はこれ聞こえてくるんですよねそういう声ってね、えー、献金できていないことを何かこう責められるっていうかねあのそうするとね周りの目気にして献金したりするようになるんですよねあのだからこれ恐れが動機づけになってるんですよこれも。 うん、それはね献金のねあるべき姿じゃないですねこんな献金神様は何にも喜ばれないですね一切評価しないと思いますよこんな献金あのこういうことがあの雰囲気が蔓延しているとですねもうあのイエス様の福音っていうことがもうどっか吹っ飛んじゃってねあの巷のカルト宗教の献金とあの何も変わりないんじゃないのかなと思いますね 恐れの論理がベースになっているな教会はねそれはイエス・キリストを土台としているキリスト教会ではありませんクリスチャンであればね何々ねばならないそういう思い込みであの周りの目いつも気にしてね、えー、どこかいつも何か恐れの気持ちを抱いてあー教会生活頑張っている、うん、そういうあり方はですね あの神様がそのことを望んでおられないと私は思いますね。それはクリスチャンとしての生き方ではないと私は思っています。恐れの気持ちから来るね、何々ねばならないということ、それはね、立法主義ですよ。聖書はそのような生き方はやめてくださいって教えてるんじゃないですかね。パウロは、えー、コリントの手紙第2でね、言ってますよ。えー、コリント第2のね、3章の。えー 3章のですね6節神は私たちに新しい契約に使える資格文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました文字ははは殺ししまますすが霊は生かします、はい人はね恐れの気持ちが強くなると聖書にあるあの言葉をね文字として受け止めてそれに使えようとねそれを何々いねばならないってそういう起きて作ってね 一生懸命行いを頑張ろうとするんですあのそういう文字に使えるような生き方はもうやめたらいいよって言うんですよ聖書はそれよりも霊に使えるような生き方をしなさいって言うんです霊というのは神の霊ですよ精霊御霊ということですよ神の愛にいこって行きなさいっていうことイエス様の福音の中にあって安心して 行きなさいといととうことですよ聖書はね、あの全体を通してね、そのことを私たちに語りかけているんですね。まあ、いずれにしてもね、立法主義の誤った教えがですね、キリスト教会の中に今も根強く染み込んでいるということ。まあ、これ、残念だけど、事実だからね。それはね、なぜかといえば、それは恐れの気持ちが利用されている。私たちの人間の心にはね、 恐れの気持ちが深く入り込んでいるということを私はこのキリスト教の最近のあり方を見てねまあそのことを思うんですね神様と人間との愛の関係が崩れていることを聖書では罪と言いますそして全ての人はその罪を持ったまま今を生きています何かこの世の法律に違反したから罪だとかあの聖書はそういうことを罪と言ってるんじゃないんですよ 私たちは神様との関係が崩れているという意味での罪人であります。えー、罪ある人間はですね、周りの人の目気にするんです。どう思われているのかなって、いつもそのことを考えて生きています。それはね、恐れの気持ちになってくるんです。その恐れはね、私たち人間の行動の動機づけになるんです。他人からよく思われるためにはどうしたらいいのか。 考えますよね相手の期待に応えるにはどうすればいいんだろうかってねするとね何々ねばならないっていう掟が自分の心の中に芽生えてきますそれはまるでね立法ですね、えー、この世の親はね自分の子供に、えー、偏差値レベルの高い学校に入ることを期待しますよね <laughs> まあ全部全部とは言わないけれどもそういう親が多いっていうのはまあ事実ですよね。 子供はね、レベルの高い学校に行かなければならないっていう立法を心の中に持つようになります。それを達成することが、親から何か認められる、愛されるための条件のように思い込むようになる、えー。我が子がね、レベルの高い学校を受験して合格したら、親はよくやったって、さすが私の子だって褒めるんじゃないでしょうかね。でももし子供がそういうい学校に行くことを もう諦めちゃって、えー、勉強しなくなって、えー、学力がどん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 下がって偏差値下がってそしていつも遊んでばかりいて、えー、周りにいるのは悪いお友達ばかりでねそうすると親は心配になって何か苛立ってくるんじゃないですかね怒りを覚えるんじゃないですかねまあ子供もそうだけどもね親もね何々ねばならないっていう掟に縛られるようになるんじゃないですかね 掟のあるところに怒りがが生み出されますます、あ、す聖書書そうやっって書いていよよ、えー、パウロが、ね、言ったよ、えー、実に立法は怒りを招くものであり立法のないところには違反もありませんってああ何か立法は怒りを招くらしいですよだから私たち人間の恐れというのがね何々ねばならないという掟を作り出してくるでそれは怒りをもたらすということですね この恐れから始まって怒りへと進んでいくこの構造これ神様と人間との関係においてこの構造をね取り入れてしまうとねキリスト教はカルト化していくんです信仰宗教のようになっていきます神様を恐れてね何とかして神様に気に入られなければならないって考えるようになるんですよ気に入られなければ神様から罰を受けるって 不安になるんです神様に裁かれるって恐れるんですよするとね新興宗教は神に愛されたければ何々し,し,なしなければならないって神の祝福を受けたければ何々しなければならないってそれができない人は指導者から叱られるんですあー叱る方も叱られる方もね何かこう怒りが芽生えてくるんですよね これ恐れから出た宗教的行為だったからですよ。ああこの恐れの論理をね終わらせるために神様が取られた方法は神の御子であるイエス・キリストを私たちのこの世に救い主として使わすことでありました。私たち全ての人間に無条件でねこれ無条件よ無条件で完全な罪の許しと 永遠の命を与えるという方法を神様は取られたんですよもう恐れの論理これでやめさせようと神様はイエス様を十字架にかけて死なせることを決められたんですはい、あの無条件で神様は私たちを許してくれるんですよもうそれはね何々ねばならないという価値観とは全く無縁の世界ですよ まあ今日の「イザヤ書28章のことですけどね、神様は、イザヤを通して、愛に基づくことをね、教えていますよね、この12節ね、加工書き。これこそが安息である。疲れた者に安息を与えよこれこそ憩いの場だと。私ね、これも福音そのものだと思うんですね。疲れた者に安息を、憩いの場を与えたい。 それが神様の御心ですよ。これ旧約時代から変わらないんですよ、今も。イエス様もおっしゃってますよね。またいでね、疲れた者、重荷を負うもの誰でも私のもとに来なさいと。私があなたは休ませてあげようって、イエス様はおっしゃったじゃないですかね。しかしね、あの、恐れとね、また起きてとね、また怒り、うん、そういう思いに支配されている人たちはですね、この福音の、 この愛の愛メッセージが、ね、届かないんですよ神様はね何度も何度もね愛を語ってくれてるんですよ聖書でねでも届かない、はい、福音をね教えてもね受け入れられないんですよね神様の福音の御言葉がねその人たちには命令命令規則規則みたいに聞こえちゃうんですよそういうふうに聖書の御言葉を聞いている キリスト教会の人たち多いように思いますね今日の13節ねそれゆえ主の言葉は彼らにとってこうなる「つウうらウ、ぁうラぁウ、カウラう」カウラカウ「かうらかうかうしばらくここしばらくあそこ」神様はね私たち人間がいつも恐れていることをねかわいそうだって思っておられるんですよで私たちのことを本当に憐れんでくださってね あなたたちは神から愛されてるんだっていうことをねその知ってほしいからねだから神様は御子イエス様をこの世に使わしたんですよね今日のねこの、えー、イザヤの28、えー、今日のところちょっと進んだところにね実はねあの「イエス様がこの世に来られる」っていうことがあ,あらかじめこう語られているところがありますね16節です。それれゆえ主なるる神はこう言われる 私は一つの石をシオンに据える。これは試みを経た石固く据えられた石杖の尊い炭の石だ信じる者は慌てることはない、はい、これイエス様が救い主としてこの世に使わされるっていうことのこの予言ですねイエス様が使わされたのはですね私たちが恐れの論理で神様のために神様のためにってね その宗教的な行いをするようなことをやめさせたかったからですよ。真理の福音の中でね、神様との愛の関係を回復してね、そして神様の愛に押し出されて、えー、そして良い行いができるように、そのことを神は導いておられるんじゃないですかね。はあ、良い行いをしたから、神が良しとしてくれるわけではない。神が良しとしとてくれたから だから私たちは良い行いへと導かれるということですよ。あのよく私引用しますよね。エフェスの,あの2章のね、8節の、えー。いつも引用するところ。有名な。事実はあなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。はい、でこの後 実は大事なセイクです、ね、あとも大事ですね。この次ね、行いのことが書かれてるんですよね。除節。なぜなら、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。って書いてますよ。はあ。神様は私たちが神の愛に感動してね。 そして、良い技を、良い行いをね、することを望んでおられるということですねあの。そこにはね、もうね、他人の目を気にするとかね、恐れて何かをしなければならないとかね、そういう考え方はもうそこにはないんですよ。そういう考え方からもう解放されるんですね。神様の愛を受けるとね、えー、キリスト教会と名乗っているにもかかわらず、恐れの論理でね、 何々ねばならないという起きてばかり、えー、それが教えの中心になっているようなことがあります。するとね、その教会はね、他人の目ばかり気にして、まあ、同調圧力ができてくるんです。教会の中にね。そして、何々ねばならないっていう教えにね、自分を合わせていかなければならないって、そういう雰囲気が出来上がっていくんです。そしてね、その教えを実践できる人は褒められるけど、実践できない人は、 もう教会に居場所なくなるんです、えー。預言者エザエの時代、イスラエルの神殿にも、恐れの気持ちが利用されるような信仰が人々を支配していました。今の時代、キリスト教会の中にも、恐れの論理が入り込んでいる、そういうことがある。クリスチャンでね、何々ねばならないって、そういうことばっかり言ってる人いますよね。良いおこねをしなければならないってね、それをしないと。 神様から認められないって、その論理にハマってる人、とっても多いように思います。そういう人はね、どの聖書箇所を開いてもね、どれだけ神様があなたを愛してるよ、無条件であなたは許されてるよって、そのことを聖書で言われていてもですね、命令命令規則規則って聞こえちゃうんですよ。そういう彼らにね、私はね、神様の愛がね。 彼らの心の奥底にね、本当に届いてほしいなって、そして恐れの論理から本当にね、解放されてほしいなって、そういう呪縛からはもう彼ら本当に解き放たれてほしいなって、本当に心から思う。新約聖書のヨハネの手紙にね、こういう言葉があります。ヨハネの第一の四、えー、章の十話節手紙の方ね、ヨハネの手紙第一。 4の8 18愛には恐れがない完全な愛は恐れを締め出しますなぜなら恐れは罰を伴い恐れるものには愛が全うされていないからです、はい、恐れの思いから出てくる何々ねばならないの起きてまたそれに従った行いというのはねそれは罰を伴うんですよ、はあ、どういうことかというと それれででは救われないといととうことですよ私たち人間は神様に愛されている自分をね認識できるようになるとですね自然に良い行いをするようになるんですよ、はいあの。教会で指導者が神道を厳しく叱ってね「何々ねばならない」ってたくさん教えてね「それに従え」って何か強い口調で言ってですね「神道を何か自分の意のままに」 操ろうとしてもねそういう恐れを使った導きではですね人は良い行いはできないんですそしてそれでは人は救われないんですよ私たちが良い行いへ導かれるには神様の愛が必要だ神の愛に押し出されてね人はね自分が思ってもいなかったようなね良い行いに導かれるんじゃないですかね自分が いいよよよこなしているようで、実は神様がそれをさせてくれているんだみたいなねそういうふうに神様は私たちを用いてくれるじゃないでしょうかねそのために神は私たちを、まあ、神の型取りとしてね作品としてね作ってくれているんじゃないでしょうかねイエス様はそのことを分かっておられたからいつもどんな時にもですね人に何か恐れの思いを与えるような 方法を取らないでねいつも柔話で謙遜で神の国の福音をね優しく述べ伝えてどんな人にもねその人たちを受け入れてねあの罪まみれだとねレッテル貼られてるような人たちだってねどんな人だってお構いなしにイエス様を招き入れてねそして無条件で罪が許されるっていうことをね説いたんじゃないでしょうかね。その罪の罪しを 決定的なものにするために、イエス様は十字架にかかって死んでくださった。私たち人間の中に根深くある恐れの論理をね、イエス様はあの十字架で打ち砕いてくださったんじゃないですかね。もう掟に縛られるような生き方、あなたたちはそのような生き方をもうやめなさいとね、イエス様はね、あの十字架でね、苦しんで死なれたんじゃないでしょうかね。神の愛の愛中に あなたたちは自由になりなさいそしてそこで生きなさいとね、あの十字架のイエス様はね私たちに教えてくれたんじゃないですかね「えー、新約時代聖なる神殿であるのは私たちそれぞれ一人一人であります」そしてその一人一人が呼び集められたものがその群れがエクレシア教会でありますこのエクレシアに今日 神様はそのことを語りかけてくださると思っています。えー、ガラティアーにはね、えー、こういう言葉がある、えー。神様はね、自由になれって言うんですよ、えー。パウロが言いました。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷のくびきに二度とつながれてはなりません。はい 今日この御言葉をメッセージをご一緒された皆さん、えー、あなたが恐れというね奴隷の区きに二度とつながれることがないようにねぜひ、えーあのー、神様に愛されているということをねそしていつも私たちは自由にされているということをどうか皆さんいつも覚えていてください、えー、どうか神様の愛のことをいつも覚えていてください完全な愛は 恐れを締め出すと聖書は約束していますアメンそれでは一言お祈りをさせていただきます救い主イエスキリストの父なる神様尊い主の皆を賛美いたします今日はイザヤ書の28章から御言葉を感謝いたします神様あなたが私たちに与えたいものは愛であること、愛であるということを教えられました えー、また私たちに望んでおられることは私たちがあ安息をすることであってまたあ,あなたのご臨在してくださる、えー、この私という神殿で、えー、またあなたが行こってそして私たちもそこにご一緒に、えー、行こうという、えー、この恵みがあなたの御心であるということを教えられました。ししかしながら神様私たちは 罪あるものでありますすぐに恐れの論理に心が支配されてしまう弱いものであります、えー、私たちはすぐに神様あなたの御心を忘れてしまいがちであります、えー、すぐに高慢になって、えー、自分があ高いレベルの何か信仰者でなければならないようなそのようなあ思いに、えー、陥ってしまう,うものであります 人間の側の行いのことばかり考えてしまってまた何々ねばならないというような掟きてを自分の中にたくさん作り出してしまうようなものでありますどうか誤ったこの考え方に支配されてしまう私たちをどうかあなたは荒れんでくださって御子イエス様あなたを通して私たちに示されたあなたのご愛を どうかいつも思い起こすことができるようにしてください。完全な愛は恐れを締め出すと聖書で、えー、あなたは約束してくださっています。どうか私たちの内なるところにある根深く残っているその恐れをどうかあなたがどうか全て締め出してください。どうか主よ、あなたがどうか完全な愛をどうか私たちの内なるところにどうぞ刻みつけてくださって。 どうか私たちの心に中に入り込んでくるこの恐れの種をどうか完全に葬ってくださいますようそしてあなたの恵みにいつも感動してあなたのご愛にいつも本当に心打たれてあなたのご愛に押し出されてどうかそれぞれ使わされるそれぞれの場所であなたの御心の良き技にどうか用いられますようにお願いいたします、えー、今日の礼拝ありがとうございます えー、エクレシアの皆さんと心を合わせて尊き救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい、えー、それでは今日も、えーえー、さ皆さんのそ,のそれぞれの場所で神様に、えー、どうか心を向けていただいてお祈りをしていただければと思います。えー、この音声一時停止していいただいてどうぞ よろしくお願いいたします。後ほど祝祷させていただきます。皆さんどうぞ各自お願いいたします。はい、えー、それでは祝祷させていただきます、えー。神様のことを覚えてね、えー、皆さん軽く神戸をおたれください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし。 あなたに恵みを与えられるように、主神化をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、ネガくクは救い主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、精霊なる神の交わり、私たちエクレシアと、私たちに関わりを持つすべての方々と、またそのご家族の皆様の上にも、とこしえに、 豊かにありますようにアーンはい、えー、今日もありがとうございます、えー、今日は先週の鈴木としてのメッセージでございました、えー、来週は教会歴ではですねペンテコステでございます、えー、そのことに関連するメッセージをと今のところ、えー、思って神様に祈り求めているところです えまた来週ご一緒に御言葉を勝ち合えればあ本当に嬉しく思います、えー、新しい一週間です、えー、皆さんそれぞれ、えー、主イエス様によって守られてお過ごしになられますよう、えー、皆さん一人一人のことを覚えて、えー、祈っていますからね、えー、どうぞ皆さん、えー、どうか祝福がありますよう守りがありますように恵みが豊かにありますよお祈りしています今日もありがとうございました失礼いたします